株の配当増額祭りがえぐいととといいいいうことでやっていきたいと思いますまずは決算出たところですね。丸紅でございます。最終利益7%情報修正、配当5円引き上げということで、ホルダーの方おめでとうございます。配当利回りは3.63%となっております。丸紅はですね、この前結構配当とかその還元に対する方針を変更しておりまして、丸紅は累進配当を導入しているので、利益が上がればその分配当も還元していきますよということで、基本 基本的には減廃しなないいっていう方針なんですよね。この累進配当っていうのは100円配当出したら来年も100円かもしくは105円とかね、110円とか。 まあ、配はほぼなしという、そんな銘柄なんで、配当を狙ってる人は結構面白いんじゃないかなと思いますね。で、さらにそれだけじゃなくて、自社株買いも実施してきております。1.2%上限ですね。ほんとすごいですよね。情報修正、配当引き上げ、自社株買いということで、もうこれ以上ない完璧な数字を出したかなと思います。ちゃんとはこちらのようになっております。決算発表後買われて売られて、ジグザグして、いや、結局ちょっとした回っていう感じなんですけど、まあ、それでもね、1.56%の上昇に。 終わっております。次の銘柄ですけど、三菱商事ですね。こちらはなんと分割を発表しております。1対3の株式分割やっちゃいますよということで、70万とね、ちょっと高めだったんで、ただ三菱商事欲しいって人たくさんいたと思うんで、これは結構いいニュースじゃないかなと思います。さらに配当金も引き上げしてきております。ということで、利回り3.05%となっております。この三菱商事に関しても累進配当を実施しておりますので、基本的に減配はほぼしません。 もともと77円とかね、それぐらいで出してたんですけど、100円になり、気づいたら今回105円ということで、この直近でも配当ガンガン引き上げしてきておりますよと。三菱商事やっぱフリーキャッシュフローもバケモンみたいな数字出てまして、この2015年ぐらいからですね、もうずっとフリーキャッシュフロー、ラブ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 ラ,ブラ,ブラ,ブラということで、直近なんかはですね、1兆7000億のフリーキャッシュフローを叩き出していると。 どんだけ儲かってんねんっていうぐらい。あの、やっぱりね、利益がとんでもないですね。純利益で1兆円超えてきてますんで、とんでもない会社だな、ということですね。チャートはこちらのようになっております。分割と配当の引き上げ発表したんですけれども、売られてしまいました、ということですね。このまま逆に下がり続けて、配当利回り上がってきたら欲しい人たくさんいると思うんで、NISA でね、すごい人気になりそうな銘柄かなと思いますね。次の銘柄、住友商事、こちらも配当5円引き上げしてきております。 情報修正も発表しております。配当利回りは4.08%に上昇しております。第2クォーター実績ですね。 で、業績自体は現役で着地してますね。ただ、勝者はもともと全部今年現役の見通しで出してるので、そんなサプライズはないというか、ですよねって感じですね。で、住友商事に関しては、累進配当ではなく DOE を導入しております。DOE っていうのは資本に対して配当を出すということなので、絶対減配しないとかね、絶対増配するとか、そういう類のものではないですね。もともと120円で見通してたやつが125円とね、5円配当の引き上げしてきております。チャートはこちらのようになっております。 こちらも場中決算でしたね。14時30分に決算発表して下がったんですけど、そこから上に行ったということで、決算そのものは交換された形で引けております。次の銘柄、スバルですね。情報修正52%。なかなかすごいですね。配当も20円増額ということで、利回り3.59まで上昇してきております。スバルはですね、ネットキャッシュをたくさん持ってるキャッシュリッチ企業ですね。ネットキャッシュというのは負債とかね、そういうのを引いたもう純粋な手残りというかね、その負債を除いた純粋な貯金。 みたいな、そういうイメージなんですけど、第2クォーター売上23%プラス、最終的53%プラスということで、いい数字で着地しております。スバルはもともと為替の見通し保守的に出してたんですよね。128円とかで出してたんですけど、140円に今回引き上げてきておりますよと。スバルってアメリカでの売上の比率が高いんで、ここのね、ドル円の情報修正っていうところは結構効いてくる。 利益がが押し上がるってことですね販売台数ですけれども、こちらのようになっておりまして、アメリカ好調でございますと、全体間では7万1000台増加しておりますよという着地でございます。チャートはこちらのようになっております。スバルも場中決算でしたけれども、一瞬上がって下がってみたいなね、そんな形で着地しております。 で最後の銘柄は合同製鉄ですね。こちらもなかなかね、すごい配当の引き上げしておりまして、配当30円増額ですね。で、利回りが5.39まで上昇してまして、PBR0.52 倍。いわゆる割安株の部類ですよね。鉄鋼系って大体こういう銘柄多いですよね。第2クォーター実績売上げは6.3%減の最終利益19.5%プラスとなっております。前回見通していた業績から好転してますよと。 なので増配しますっていう内容ですね。チャートはこちらのようになっております。でこちらもですね、場中決算でかなり大幅に配当を引き上げたにもかかわらず、今一つの動きしてて、結局4%売られて終わっ ですよねえー、日本製鉄に関しても情報修正したんですけど、3.5%売られて着地引けたんですかね。鉄って利回りめちゃくちゃ高いんですけど、なんか最近ね、あんま買われてないというか、後輩当モメンタムやや、なんか微妙な感じですよね。鉄から銀行に移ったのかちょっとそのモメンタムがどう移動したかわかんないんですけど、なんかね、配当高いだけもちょっといまいちな感じなのかなっていうところが、来週再来週の動きは注目したいかなと思って、 ってますねその後輩とモメンタムが終わって後輩当だから何なん,なんみたいなねそれでなんか全然変われないっていう局面来たらもしかしたらグロースにトレンドが移る可能性もなきにしもあらずなんですけれども金利とかねその辺り見ながら。 とととかかかかかそそのののの決算のリアクションとかですすねね辺見見ててて今回変化あるかどうかっていうっいいいはきたいかなと思います、ね、ここから下落している銘柄なんですけれども小松ですね。これも本当に売られましたよね。決算でさらに下に行ってすごいニーサで買われている銘柄ですね。配当利回り4%超えてきてますと。あの天下の小松だから大丈夫っしょって思って買ってる人たくさんいるんじゃないかなと思いますね。週足のチャートこちらのようになっております。この前出した決算ですけど、情報修正最高益配当5円増額と なん、ね、でこれでそんな売られることがあんねんっていうようなそんな決算を発表しておりますけれども売られてる理由としてはコンセンサス届いてないよねっていうもうなんか最近売られたら全部これですよねコンセンサスに届いてないコンセンサスっていうのはプロが事前にこれぐらいの数字っていうのを予想してるんですけど勝手に予想してそれに届かなくて勝手に売られるみたいなねもうそれは本当に株式市場のあるあるなんですけどね為為替替のの利益が結構大きいいっっててうところなのででだけですやんって思われた部分も,もしかしたら あるかもしれないです、ね、で、下期に関してなんですけど、一般献金の需要減速を見込むっていうところもちょっと嫌気されたかもしれないですね。今後のところですね、下モキとか来年とかの設備投資需要ですね。まぁ、あ、ちょっと今一つかもしれないっていう、そういった観測もあって売られてるのかなと思ったりもしています。次の銘柄、アステラス製薬ですね。これも本当に NISA でめちゃめちゃ買われている銘柄ですね。週足だとね、 こんな感じですごいジグザグしてて今1800近辺ですねまで迫ってきてますよと8ヶ月ぶりの安値ですねで配取り回り3.78となっております11月1日に決算発表してまして下方修正を発表しておりますこれの影響で EPS が47円に下がってしまったんで元々の見通しからすると半分に利益が減ってしまうということでかなりの下方修正ですね配当成功もですね倍とは言わないですけどもかなり高い配当成 になってきてきいるので今年は多分これでそのまま配当70円出すと思うんですけど来期もこのまま数字が回復してこないってなるともしかしたらね減配配当を減らす可能性もなきにしもあらずなんですけどステラスは直近配当を減らしたことがないんで株単のデータの1999年からのデータだと1回も配当を減らしたことはないので会社としてはね70円でそのままキープしたいんじゃないかなっていうのは。 めちゃくちゃ思ってると思うんですけどニーサランキングとか見てもここに逆張りの買いがかなり入ってきてるという状況でございます。信用改ざんに関してもこの1ヶ月2ヶ月で倍増してきてますね。もともと70万とかだったのが今230万株まで改ざん増えてきてますよということでみんな狙ってるのかなと思います。最後の下落銘柄ですけれどもオリックスですね。これは計算発表を受けての6.29%の下落ですね。これもライブ配信のコメントとか見てるとみんな買ったっていう意見が多くて。で売られてる 理由としては進捗率が39%とねねあんんまり良くなかったんですよ、ね、この時点で進捗率って50%あるのが普通なんですけど39%なんで11%足りてねえじゃねえかみたいなねそういう話ですねこう金利が上昇してるっていうところがちょっとコストが上がってしまっているっていう説明ですねただ下期にキャピタルゲインが出てくるキャピタルその利益が出てくるんで進捗率としては問題ないよっていう会社説明ですね廃棄の予想も増益で出してるので配当も増配 すると思います。あまあ株主還元っていう意味ではねやっぱピカイチな銘柄なんでめちゃめちゃ面白いかなと。はいということで今後のスケジュールこちらでやっております。まだまだ決算 <laughs> 続々出ます。来週1000社ぐらいですかね。1500社とかとんでもない数が出てきますので皆さんもねお持ちの銘柄 確認していただければと思いますけれども、11月10日なんかに至っては659件。これが高校野球だったら神奈川県大会並みの超過密スケジュールでお送りしております。みんなに人気どころという意味では、11月7日の NTT と任天堂ですかね。これはすごい人気ですよね。あと山ツもみんな株買ってますよね。あとは11月8日だとエネオスですかね。これもみんな買ってるかなと思いますね。11月9日だと神戸製光とか、 あと銀行系もね、いよいよ出てきますね。あとは、井村さんが持っていることでもおなじみの富山第一とかもね、ここで決算発表してきますと、インペックスとかも出てきますね。あとホンダも出てきますね。11月10日、ブリジス、エレクとかね。あと銀行系たくさん出ますよね。滋賀銀とかも最近めっちゃ調子いいっすけど、このあたりの決算発表が控えてます。あと株価下落止まらない資生堂とかね。このあたりでね、下方修正出した方がなんか逆に出尽くすんじゃないかなと思ったりもするんですけど、 ずーっとね株価売られてましてねただ下方修正出してないんですよね業績あんま良くないんですけど下方修正出さないもんなんでずーっと下方修正圧力あるままなんかここまで来ちゃったみたいななんかそんな感じですよねということでね、えー、いろんな銘柄の流れ変わるかどうかという重要な決算シーズンが到来しますはいということでございます以上